久々にラライオンドッグにちょっと行ってきます。はい、ラライオンドッグもう少し、まあ来週再来週行ってきます。1泊2日で行ってきます。私2年前のラライオンドッグが悪すぎて、いつも言ってんじゃん、先生に真顔でさ、仕事辞めれないんですか、死にますよっていう話したことあるじゃん。ししろさん仕事辞めれないんですかって言われて、いやちょっと辞めれないっすねっつったら、このままじゃ死にますよっていう言われたやつな。でそこから私ちょっと意識改革をして、でちょっとおとついかな、おとついぐらいの配信で言ったと思うんだけど、今毎朝中山きんに君の筋トレ、世界一簡単な筋トレ朝15分やって、10キロ走るか歩くか毎日やってるって言ったじゃん。あれのおかげで結構ね、フィジカル面、体調面も含め、結構整ってるんよ。この1年間ずっとやってたから私は。偉いでしょ？マジで偉いでしょ？で、食事もね、結構粗食してるのよ。普段は。ちゃんと考えて食べてるのよ。サバ缶食ったりとか、ちゃんとささみの、そう、蒸したささみとか食べてるわけですよ。だから、ちょっと今回の、人間ドッグにかけ、ラライオンドッグにかける意気込みを聞いてほしい。私は A 判定を取る。で、ちょっと公開したいなと思う。行ってきたやつ。結果を。一昨年の結果と見比べて、シシロンがこの1年間頑張ってきたシシロンがどんだけ数値変わんのか。ほんとやろうと思ってる、勝手に。毎朝ザバス飲んで頑張っとるよ、シシロンは。プロテインを飲んで。全然、うん、ザバスは個人的に好きでさ、別にこれ全然本当アンケートが全然ないんだけど、私はザバス好きだから毎日本当飲んでるんだけど、プロテインね。で、どれだけさ健康になったか、本当にちょっと数字を、やっぱ数値化されるじゃん、ラライオンドッグ行くと、いろんな数字がさ、血液検査とかさ調べられてさ、だからちょっとマジでやりたいね。一昨年、ししろさんこのままだと死にますよって言われた時の数値からこの健康的生活を意識してやってきて、私がどれだけこの数値を改善できたか見てほしい、みんなに。Thank you! Thank you! Thank you!